湾岸マンションもう価格高騰していてすごいというのが我々ラクダ不動産も体感しているところなんですけれども、取引事例比較法はもはや参考にならないです。この後スカイディオが出てくるじゃないですか。かなりお買い得な値段で販売されたなって感じありますよね。そうなったらまた買いづらくなっちゃうんで、はい、中古買うっていうのは英断だと思いますけどね。私はそうですね。はい、ラクダ不動産の山本です。今日はですね、湾岸マンションエキスパートの藤田さんをゲストにお呼びしてですね、湾岸マンションの価格高騰してるわけですけども、相場についてのところをですね語っていきたいなというふうに思います。FJ リアルティの藤田と申します。藤田という名前で、活動をしておりまして、はい、かれこれ湾岸エリアを中心にですね約10年ほど、相場だったりエリアの情報発信をしてきております、はい、FJ リアリティさんのサイトをご覧いただければお分かりになるんですけれども、湾岸マンションのですね相場を多分一番細かくまとめていらっしゃってですね、我々ラクダ不動産のスタッフもですね湾岸マンションのお取引の際には実は参考にしているということで、いつもありがとうございます。ありがとうございます。この動画の概要欄の方にも FJ リアリティさんの、ホームページの情報を貼っておきますので、ぜひですねご覧いただければなというふうに思っております。今日はですね湾岸マンションもう価格高騰していてすごいというのが我々ラクダ不動産も体感しているところなんですけれども、今の湾岸マンションの市況ちょっとざっくばらのお話なんですけど、いかがでしょうか。やばいですね曲がりすぎてもう現場はもう混乱してます。視聴者さんの想像の数倍過熱してます。取引が現場はもう戦々恐々です。もう取り合いです。取引事例比較法からちょっと外れてチャレンジだよねぐらいの値段で設定してももうすぐ売れますもんね。取引事例比較法はもはや参考にならないです。私も査定するときそれ使ってないですあ、やっぱそうですか。ほぼもちろん過去の事例は見ますけど、はい、あくまで参考値ぐらいな感覚です。もうそこで値付けをしちゃうとちょっと我々が失敗したんじゃないかぐらいなります。エリアに詳しくない人とか会社さんに依頼して、あれこれ2ヶ月前の相場だぞっていう、これ取引事例比較でやっちゃってんなみたいなあります、はい、そういうのはですね買い主さんにしてはラッキーなんでしょうけど、はい、売り主さんはこれ買えそうだなみたいな事例もよく見られますね。2ヶ月前別世界です全然もう週単位です。週ですか。週単位と思ってもらっていいです。湾岸エリアタワーマンションに相場に詳しい方に売却をお任せしないと、もうちょっと高く売れたかもしれないっていうところが機会を逸してしまうというこの可能性はゼロではないということですよね。 FJ リアリティさんのホームページずっと見続けた方が絶対に分かりますよね。本当そうですね。今の相場をちゃんと把握している人にしないと分からないとやっぱり騙されちゃって、それをうまく不動産会社の食い物にされないように、ちゃんと売るときは自分で調べて、はい、ちゃんと信頼できる人に聞いて募集活動した方がいいと思いますね。なんだかんだ言って湾岸エリアの在庫の減少、やっぱりこれだけ価格が上がってくると売り主さんも売らないですよね。高くなってきたからそろそろ売ろうぜっていう感じが最近減りました。ほとんどの売り主さんがまだ上がると思ってるからギリギリまで保有するというか、売らないでなるべく持ってるみたいな、なんなら募集会したんだけど、はい、他も上がってきた感じになってきたから値上げしますみたいな、こんなに値上げが多いのも初めて見ました。漫画で中古でプラスに2000万3000万平気でしますからね、はい、まあそれは新築が値上げするからなんでしょうけど、どちらかというとこう築年数の古いタイプのタワーマンションの方がまだ価格は落ち着いてるって印象があったんですけれども、おっしゃる通りですね、はい、やっぱりこう築浅新築、まあちょっと築年数の古いタイプっていう3つ分かれてると思うんですけど、結構相場のこのコントラストっていうのは結構ついてる感じですかね。この1年間でそこの優劣がはっきりしてきちゃったかなって思います。一番相場の動きが激しかったこの1年間が要はその優劣を決めたポイントだということですかね。そうですね。築15年くらいの、はい、例えばザ東京タワーズと、はい、勝どきザタワーだったり、はい、ドゥトゥールだったり、はい、まだそちらは近さなんですよね。 そうですね、はい、値動き全然違いましたね。この1年間で。そうですか。1年前はそんなにいかなかったんですよ、はい、1年前まではザ東京タワーズの価格が上がってきて、はい、勝どきザタワーとドゥトゥールとそんな大差ないねぐらいだったんですよ、1年前って、はい、もう大体坪400後半ぐらいだったんですよ、はい、そうでしたよね、はい、ドゥトゥールが坪480とかで勝どきザタワーが460、それでザ東京タワーズが450とか40とかその辺まで上がってきて、あんま変わらないなだったんですけど、はい、この1年で勝どきザタワーとドゥトゥールだけドカーン上がって、まあもちろんザ東京タワーズも上がってるんですけど緩やかだったんですよね、はい、そこで結構差ができちゃったなっていう。これ晴海の3棟も実は同じで、あ、はい、黒のティアラパクターでもそうなんですけど、はい、パークターハルミだけドカーン今値段が上がってて、はい、なんかこう築浅マンションブームとでも言いましょうかですね。なるほど。その築浅マンションだけがこの1年間特に急激に伸びたっ
っていう特徴はありますね、はいはい。まあ、本当にこう築年数の古いタワーマンションが築年数の新しいマンションが出ることで価格がちょっと追いついてきてっていうこの局面にあったにもかかわらず、また築浅人気によってドンとこちらがやってまた離れていったと。そうです。そういう流れになっていくってことですよね。そうです。例えばそれは豊洲も同じことが言えますね。はい、そのグランスター豊洲も半年前くらいまでは値段変わらなかったんですよ。大体坪600少々ぐらいでずっと1年間過ぎてたんですね。はい、急にこの数ヶ月でストーン上がってきて、はい、今だと坪700、はい、募集見たら800みたいになっちゃってて、はい、またそのパークアバンドのパークシティスカイズの値段が上がってきて追いついてきたなと思ったところから、はい、またブランズがトーンと頭1個抜けた感じになって、なんかもういたちごっこみたいになってますよね。まあ、やっぱりその築浅を引っ張ってるというのは、いわゆるやっぱ新築の影響が大きいってことですかね。はい、もう間違いないですね。そうですよね。新築が高すぎる。今日この撮影してるのが2024年7月の終わりぐらいになるわけですけれども、まあ去年の時点では2024年湾岸問題って、あ、それ私言いましたね。実際客の動きしましたよね。でそんなに買いたい人多くなるとは思わなかったです。今この湾岸にこの注目が集まっている一番の理由って、やっぱり晴海フラッグの影響もあるというふうに見ていいんですかね。大いにあるでしょうね。湾岸の起爆剤、オリンピックも重なって、はい、もう海外からの注目がドンとこう集中しましたよね、湾岸というものに。で、晴海フラッグ特に安かったじゃないですか。そうですね。したら抽選蓋開いてみたら100倍だ200倍だじゃないですか。はい、まあ話題になりますよね。まあ、こんな人気なのみたいな。はい、まあ、晴海フラッグやっぱ買えなかった方は逆に言うと勝ち時、まあ、晴海であったりというところでタワーマンションまた買おうという動きになってということで、まあ、一方でやっぱこの晴海フラッグも中古の市場ってそろそろ動き始めてきてると思うんですけど、動きとしては比較的順調にスタートしたのか、それともなかなか止まっているのか、どちらになりますか。順調にスタートしてますね。結構売れてますよ。内々で売れてることも多いです。あ、じゃあもう一般で流通せずに、この不動産会社のお客さんの中だけでマッチングしたりとかもあるぐらい、まあでも晴海フラッグの中でもだいぶ二極化してますけどね、やっぱり眺望がいい、はい、間取りがいいとか、そういった何かメリットが非常に特徴がある、お金持ちが欲しいと思うような、そういった部屋は高く、もうそれこそもう600、700で売れてるんですけど、そうじゃない部屋は結構残ってるということなんですね。そこは差はあるかもしれないです。ここでちょっと優劣がこうまたつき始めてきていて、そうですね。というところですよね。この後、スカイディオが出てくるじゃないですか。ありますね。勝ちどきエリア、晴海エリア、豊洲エリアもそうですけども、この価格の上昇率を見ると、かなりお買い得な値段で販売されたなって感じありますよね。だいぶ安いですね。坪単価400万いってない情報ありますもんね。はい。まあ、殺到するでしょうね。本当私もね、お相談を多く受けるんですけど、はい、心苦しいですもん。スカイディオどうですかって言われて、いや、もちろんいいんですけど、はい、もう買えないから、はい、当たらないから、もうそれを粘った結果、結局中古が上がってきて、買えない人いっぱい見てきたんで、もうでもスカイディオ欲しい気持ちもわかるんですよね。はい、いや、本当アドバイスしづらい。難しいですね。もう中古いいですよって言うんですけど、やっぱりお客さんからするとやっぱり新築がいい、捨てきれないっていう思いもよく分かるんで、いや、そこは私もジレンマ抱えてますよ。一時取得で今賃貸で買わないとまずい人はですね、あんまりスカイディオに粘りすぎない方がいいと思うんですよね。もう中古で早く買った方がいいと思います。そうですね。それ早く残存減らし始めた方がいいと思いますけどね。あ、そうですね。当たらなかった時は結構辛くなっちゃうん でスカイディオも相当バイアス高いと、はい、で販売終わったら彼らがまた中古になられますからね、きっとね。そうですよね。はい、そうするとまた上がっていく可能性が高いので、うん、そうなったらまた買いづらくなっちゃうので、はい、じゃあ今のうちに、まあ、損切りでもないですけど、中古買うっていうのは英断だと思いますけどね、私は。そうですね。まあ、少なくともやっぱここ1年間のこの中古市場の動きってちょっと湾岸エリアに関しては異常じゃないですか。なんでこんなに高くなったんだろうって紐解いてみると、はい、最近もですね、不動産会社が買いまくってますからね。投資家とか不動産会社が、はい、我々相場価格以上で彼らが買っていくから、はい、一般で買う方も太刀打ちできないですよ。そうですね。はい、1億で買ったらもう 1.5 億とかで売っちゃうから、はい、それが決まっちゃったりするから、はい、それが相場になってまたなんか、うーんってなっちゃってるような感じです。はい、なんかその状態になればなるだけまた次何が起きるかって言ったら囲い込み、そうすると本来もっと高く売れたかもしれないところが一定マッチングするしやすい値段設定になって損する売り主さんも出てきてみたいなところで、このなんか市況の過熱が全部が全部いい方向に進むかというとそうじゃない部分もあるっていうのはまたこっちのジレンマありますよね。そうですね。オーナーさんも不動産会社ももうマネーゲームというか、はい、もうそういう感じになっちゃってるのが嫌かなと思いますかね。そうですよね。そんな中でもやっぱり藤田さんは今湾岸タワーマンション欲しいよっていう方がいたら買いだというふうに思ってますか。
基本私は買いをお勧めしてます。賃貸よりも比較するハードルを下げた方が良くて、はい、この10年間価格が上がり続けたから、なんか上がるのが今デフォルトになってて、そうですね、もう上がんないと嫌だみたいな、うん、もうマンション買ったら儲かるんでしょみたいな感じで来られる方多いんですけど、はい、そこをハードルにしちゃうと上がりますかって言われたら、もう分かりませんって言うもう正直そうなっちゃうんですけど、まあ、はい、もちろん上がる可能性が高いとは思ってはいるものの、そんなの正直絶対だと言えないので、はい、そこの目線にしちゃうと買えないので、うん、比較するのは今の現状と果たしてどうなのかっていうところを比較しないと、はい、ダメですね。今賃貸で明らかに賃料というものすごい損金を垂れ流しにしている、はい、その状況を無視してマンション買うときだけ損したくないって言ってるのはちょっと滑稽に見えるんですよね。なるほどなるほどなるほど。今賃貸で借りてるその経費をちゃんと知って、はい、じゃあ買ったらどうなるかっていうのをシミュレーションしてどのぐらい下がってもいいのかみたいなところとかもちゃんと把握すれば、そんなにマンション購入って今価格上がってるますけどそんなに怖いものではないってことに分かるはずなので、うん、確かに極論言ってしまえば賃貸に住むよりも買って値段が上がらなくてもずっと維持するんだったらちょっと得ですからね。はるかに得ですよね、はい、うん、下がって当たり前ぐらいの感覚の方が賃貸だったらもうずっと払ってるわけですから、はい、その損金を比較したら下がって当たり前なので、うん、下がって当たり前のやつを上がるのが当たり前っていうふうに思っちゃってるから、マンション購入がどん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 難しくなっていくと思うんで、そうですね、ハードル目線をもうちょっと下げた方がいいかもしれない。ほんとここもう10年ぐらいですかね、はもうなんか価格が上がるっていうことが当たり前になっていて、当然ね、あの相場が上がること自体は別に悪いことではないと思うんですけど、そこがまたこうなんでしょうね、この歪みみたいなものってやっぱありますよね。あれこれ考えすぎた結果ずっと変えずに損しちゃうんだ、それがやっぱり一番もったいないような、そうですよね、気がしますよね。利益を追求してる人ほど変えず機会損失して、もう利益を追求しないで欲しいマンション買った人ほど利益が出ちゃってるっていう、なんか面白いなと思って。そうですね、本当湾岸エリアの、まあ、2LDK、3LDK に住もうと思ったら、まあ、25万とか30万の家賃はくだらないじゃないですか、はい、そうなってくると例えば25万円のお部屋があったとしても、まあ、年間300万円です。10年住んだら3000万ですか。いや、そうですそうです。そこの賃料払うことに全く疑問を持たずにね、はい、買うのだけか分かるっていうのはね、ちょっと違うんですよね。そうですよね。そこの目線のちゃんと知識を持って比較をしないといけないなと思います、はい、そうですね、はい、まあやっぱり今ね、購入したいと思っている方はやっぱり現状がどうなのかっていうところを、そこを考えながらしっかりと上がるか上がらないかっていう軸以外にもっと大事な部分があるということですね。そうですね。ということでですね、今日はですね、藤田さんと一緒にですね、湾岸マンション、もう本当にまさしく上がり続けてますし、供給がないというこの状態ですね、まあ、そこについていろいろとお話をさせていただきました。藤田さん、本当に貴重な情報いろいろとありがとうございました。それこそ、ありがとうございました。また毎月ですね、藤田さんが情報アップされるので、我々も楽しみにしてますので、はい、頑張ってこれからも継続しております。はい、ぜひこの動画をご覧いただいている方もですね、この週単位で変わるこの湾岸エリアのですね、タワーマンション相場というのをですね、ぜひ藤田さんのサイトを見ながら着目していただければなというふうに思っております。はい、はい、ということで藤田さん、今日は最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それこそありがとうございました。はい、この動画をご覧いただいた方も皆さん、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。